はい、こんにちは、佐伯勝馬です。今日は、昨日終わった、自民党の総裁選、これの結果を終えて僕が思ったことを少しお話ししようと思います。まずは残念ながら高市早苗さんが、総裁には届かなかったこと、これは残念ですね。紛れもなく残念。そして、岸田さんが総裁に選ばれたことに対して、マスコミが、日本のマスコミも、またアメリカのマスコミも同じように、民意を反映しない結果だと言っていますね。これは意味が分かりません。国会決選投票において国会議員票と47票の党員票ですか、それによって、結果が出たわけですけれども、国会議員の票が重く、作用した。その結果岸田さんが選ばれたということは、これは民意の表れだと思いますね。要するに、逆に言えば国会議員、自民党の国会議員が、民意は岸田だということに気がついたのでしょうね。そうあってほしいと思いますよね。まず一番最初に感じたことはそれです。そしてその次は、私自身、僕自身の問題となってしまった、高市さんが当選しなかったら次の総選挙自民党には投票しないというこのことですけれど、どうしましょう。これはね、今も、三橋高市さんが昨日の夕方急いで作成したというビデオを拝見いたしました。それによると、三橋さんは、岸田さんが、河野さんが総裁にならなくてよかった。そして岸田さんが貨幣感を正せば、この貨幣感を正せばということは、高市さんのようにプライマリーバランスの、黒字化を凍結するということに、岸田さんが気がつけば、岸田さんは立派な総理大臣になるだろうということをおっしゃってましたね。そしてそれと同時に、ちょっと残念だなと思ったのが、高市さんが総理大臣になるということに一抹の不安を抱いていたと今になって言っていたことですね。おいおい。僕自身、はしごを外されたようなというか、どこ行けばいいんだ、どうやって降りればいいんだという感じですよね。でも、私としても、総選挙までの1ヶ月余りですか、1ヶ月近くですか、その間に岸田さんがどのような答えを出すのか、それを見極めて投票先を決めたらいいのかななんてちょっと逃げを打っています。実際自民党に投票しないということにしても、じゃあどこに投票するっていう感じありますからね。確かに立憲民主党が消費税5%に、減税する、これは多分ね、れいわ新選組の山本太郎さんとの協議の末、やっと固まった政策だと思うんですけれども、でも減税はいいことでしょうしね。それと岸田さんが全然訴えていない減税、減税とは言っていませんが、この先10年は消費税を上げないと言ってますけどね。それじゃ足んないんですよ。そうやっていろいろな面を考えていけば、もしかしたら
立憲民主党に投票しようという気になるかもしれませんけれど、まあ難しい問題もいろいろありますから、まあじっくり考えさせていただこうと思います。まあでも何にせよ、聞くところによると 誰に聞いたのかって、三橋さんに聞いた、その他ネットでいろいろと論陣を張っている方々に聞いたことですけれど、河野さんが総理大臣にならなくてよかったというのはどうも言えてるようですね。自民党総裁選に関する感想というか、私の今の気持ちは以上です。まあ言い足りないこと、また全然なんかわけのわかんないこと言ってるという部分もあるかもしれませんが、年老いてこれから なお政治を勉強していこうという気になったこの1ヶ月余り、1ヶ月近くでした。どっちだ、あまりか近くか、まあそんな感じです。はい、どうもご視聴ありがとうございました。また次のビデオでお会いしましょう。バイ。